バーモバーモテニスコーチのドッペです。今回は皆さん女子の全仏オープンの優勝した選手についてお話しできればと思ってます。誰かというとポーランドのイガ・シフィオンテク選手です。イガ・シフィオンテク選手、いや本当にですね、この方本当に素晴らしいテニスをしてくれています。これから時代を引っ張っていくうちの選手の一人なんじゃないかなというふうに僕は思っています。今回はこの選手についてですね、少し簡単にご紹介できればなと思っています。はい、今回はこんな感じでご紹介したいと思います。簡単にですね、この方のプロフィールとまた戦績、ジュニアの頃の戦績もですね、合わせてご紹介できればと思っています。そして、プレイスタイルも簡単にご紹介できればと思っています。はい、では行きましょう。はい、今回ですね、この方、どんな方かというと、ポーランドの選手で19歳の方なんですね。19歳の選手なんですけれども、現在では世界ランキング54位、最高で48位まで行った選手なんですが、今回全仏オープンで優勝したということもあって17位まで、ジャンプアップするそうです。いや多分トップ10以内には入ってくるでしょうね、そのうちね。いや素晴らしい選手ですね。この方ジュニアの成績も素晴らしいんです。ジュニアではですね、2018年で全仏オープンのダブルスで優勝しています。またその年にウィンブルドンのシングルスでもジュニアでも優勝しています。いや本当すごいですね、どちらも優勝しているんです。ダブルスもシングルスも優勝しています。またその年の2018年のユースオリンピックというのがあるんですね。このユースオリンピックでダブルスで優勝しているんです。これアルゼンチンのブエノスアイレスで行われたんですけれども、僕これ見に行けなかったんですよね。この時ブエノスアイレスにいたんですけれども、いや本当に見に行きたかったでもね、仕事で見に行けなかったんですよね。いや本当にいろんな選手がここから出ていますので、いや本当にですね、見に行きたかったな。この時のジュニアの世界ランキングでは最高で5位まで行った選手になりますね。今回ですね、この全仏オープン以外でも女子のツアー、そして下部の大会というのがあるんですね。下部というか、まあ、ツアーよりもちょっと下のグレードの大会があるんですね。ここでもですね、2017年2016年と出ているんですが、ここでもいくつか優勝しています。そしてツアーのですね、 WTA であったりとかツアーの大会の優勝経験はないんですけれども、今回まあ全仏オープンの初めてのツアーの優勝が全仏オープンの優勝というのもすごいですよね。でグランドスラムの成績自体はですね、こちらになります。こちら、まあ、今回2019年から本戦に出始めたと思うんですけれども、こちらでもですね、あまりそんな2回戦とか3回戦とか、まあ、もちろん4回戦まで行ってるだけでもすごいんですけれども、ここで全仏オープンで優勝したということもあって、この先どんな成績を残すか楽しみですよね。そしてプレースタイルなんですが、プレースタイルはですね、この方素晴らしいんです。本当に攻撃的で本当に積極的、もうベースラインからほとんど下がらずにどん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 ウィーナーを取っていくんです。特にですね、もうフォアハンドは強烈ですよね。フォアハンドでクロスに、そして逆クロスにもウィーナーを取れるんです。このフォアハンドが無駄なですね、テイクバックを取らないんです。大きなテイクバックを取らずに、コンパクトに、ボールを力強く押していく、まあ、パンチをするようにですね、押していくんですね。これがまた素晴らしいんですよね。強烈です。体を、上半身をもうフル回転させて打っていくんですね。またですね、この方ですね、実は2019年にショットオブザイヤーを取っているんです。このショットオブザイヤーっていうのがドロップショットだと思うんですね。このドロップショットが相手をですね、バックサイドに追い出して、まあ、バックサイド、まあ、左側ですよね。左側にですね、振り回して、そして走らせといて、そして最後、対角線にドロップショットを打っていく。これのスライスがですね、スライス回転が本当にかかったドロップショットなので、ほとんど取れません。本当に綺麗なドロップショットなんですよね。回転のかけ方、またはフォームであったりとかもとても綺麗です。本当に真似したい、フォームだなというふうに思います。またサービスもですね、とても綺麗なフォームなんですよね。いやー本当にダイナミックには打つんですけれども、これがですね、しっかりと腕を伸ばして、そして肘もしっかり使って打点を高いところで取ってるんですね。そして前に前にサービスもですね、コンパクトに打つんじゃなくて大きく、体を大きく使って打っていくんですね。これがですね、ぜひ一回見てみてもらったらですね、あー綺麗だな、本当にですね、真似したいなっていうふうに思います。この方、先ほどフォアハンドですね、すごい強烈だというふうにお伝えしたんですけれども、シフィオンテク選手はフォアハンドを多少振り回されてもですね、オープンスタンスでディフェンスをしていくんですね。このオープンスタンスであまりですね、この無駄なフットワークをせずに、しっかりと手首であったりとか肘であったりとか、または腕を大きく使って、オープンスタンスで返していくんです。これをですね、やっていくんですね。なのでフォアハンドにあまりウィーナーを取られない、そしてディフェンスができるという選手なんですよ。そしてそこから
そこからですね、このオープンスペースのまま、ウィンドミル、下から上に振り上げるショットなんですけれども、これをですね、うまく使ってストレートにウィナーを取っていくんですね。このいくつかのフォアハンドのショットを使い分けながら決めていくんです。ラリーを展開していくんです。これがまたキレイ。また、フットワークが素晴らしいので、両足をしっかり開いて、スタンスを取って、バランスを取って体幹が崩れないんです。頭の位置もあまり下がらないんですよね。そうやっていてですね、無駄な動きをしないで、ボールを打っていくんです。これがまたこの19歳でここまで完璧にできるんだなっていうのがね、本当に素晴らしいなと思いました。これからどん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 なんかこう安定感を保ってですね、いやー、こうどういう風に試合を展開するのか楽しみですよね。大坂なおみ選手と、どん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 戦ってほしいですね。どんな試合をするか楽しみです。今回はですね、このシフィオモンテク選手、全仏オープン優勝しましたけれども、これから、全豪オープンが始まります。そしてウィンブルドンも始まっていきます。どんな試合展開するのか、どんな風にですね、このコートを、攻略していくのか、戦っていくのか、注目していきたいなと思っています。もう女子のテニス選手は、もうシフィオモンテク選手も言っていたんですけれども、女子の選手は、本当に入れ替わりが激しいと。もう本当に次のスター、次のスター、次のスターがどんどん出てくると。その中で、私もチャンスがあるという風に思っていたそうなんですね。なので、ここまで来たことには自分としてはびっくりしているけれども、私もチャンスがあるというふうに思っていたというのは、本当にこういうメンタルというのは素晴らしいですよね。誰にでもこういうふうに、優勝することができる、そして上まで行くことができる、本当に、自分たちのこの女子の選手に勇気を与えるプレーをしてくれましたよね。ぜひ真似したい、本当に、素晴らしい選手だと思います。これからも注目していきましょう。はい、今回はですね、シフィオモンテク選手について、解説させていただきました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、チャオチャオ、バイバイ。